だね。平気なふりして行こう。ねえクラウド、コルネオの話が本当だったとして、その場合シンラの狙いは何だと思う？シンラの本当の目的、私たちを潰すためだけなら代償が大きすぎるよね。七番街の破壊と引き換えの利益か。俺には想像がつかない。コルネオの嘘だよね。だってコルネオだもの。ダメか。あ、合鍵ジェシーたちが作ってた。水の中にお宝？探すぞ。おそらく発電施設だ。すっごく古そう。魔鋼以前の骨董品だ。いくら神羅星でも動いたら奇跡だな。これだな。6番街との境目か。とにかく7番街側の扉に入ろう。スラムに繋がってるはずなんだ。簡単ではなさそうだ。あの給水ポンプを目印にしない？迷わないようにしないと。落ち着いて乗り切ろう。うん、そうだね。先に渡って様子を見る。ダメ、最悪の事態考えちゃう。気持ちわかるよ。7番街の破壊なんてタッチの悪い冗談。もし本当でもギリギリで中止になる。そうなる。何か知ってるの？え？ティファ、エアリス、一人ずつ渡ってくれ。了解。先に行くね。うん。と、エアリス、来ていいよ。わかった。
どういたしまして。クラウドも。行こう。うん。最悪の事態？うん。どんな未来でも変えられるよ。私、そう信じてる。そっか。そうだね。楽しいことも考えるの。七番街、守ったら。守れたら、上で買い物、どう？例えば雰囲気のある小物や食器を探すの。ティファと？よければ。絶対行く。クラウドは荷物持ち。いっぱい持たせちゃう。俺がどうかしたか？なんでもない。悪いな。いえいえ。だよね。この水なくすか減らすかできないかな。あ、これ見て。店の貯水槽に同じようなパネルがあったよ。流れる水の量を調節するの。なんでも屋さん、どう？排水、これだな。失敗？故障らしい。赤いランプは排水パイプの詰まり。手動ポンプでゴミを押し流してくださいって。私店でやったことがあるよ。よし、俺がやろ。エアリス、ついてきてくれる？クラウドは他のエラーが出ないか見ていて。いや、俺が。力の差がありすぎるとダメなんだ。すぐ戻るから。店のとはやっぱり違うな。これはもっと本格的。行くよ。うそ、うん、息を合わせよ。おっと。
ド寂しがってるかも。うまくいったな。頑張ったよね。うん。ごめん、急いでるよ。ゆりゃ。ようやく上、行けそう。近い場所に出ますように。当たる。俺が先に行って出口を確保する。クラウド！見逃してはくれないね。私たち美味しくないよ。先に行け、エアリス。ティファも行け。でもこれ一人じゃ。誰に言ってる。早くね。もう知ってるよな、俺は強いぞ。クラウド、早く。アバランチへの制裁が決まった。誘導工作を開始する。上の連中は何考えてんだろうな。反乱分子は徹底的に叩く。うちは昔からそうしてきた。全部潰れちまうぞ。今さら前輪踏むなよ。ただの巡回だろ。行こう、七番街へ。